はい、今日も日本の社会を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川本慎一郎です。今日はですね、衆議院選挙10月31日投開票日を目前にしまして、10月26日火曜日、朝日新聞が情勢調査を報じました。自民過半数確保の勢いということで、各選挙区の朝日のですね、分析も出ているわけですけれども、果たして本当にそうなるのかと。でこうコロナ禍でいろんなことが起きている総選挙の中で、私もこの1週間選挙戦、さまざまな選挙区、地元だけではなくて他の候補者の応援にも行かせていただいたりしてますけれども、感じる空気感が少し違うので、各新聞社新聞社の情勢調査として出てきます。ネットでもそれがもう転載されていくというか、どんどん広がっていきますけれども、改めて今日私のいつもチャンネルをご覧いただいている皆さんと、この総選挙のあり方というのを考えさせていただきたいと思ってお話をしてまいります。ぜひ最後までお付き合いください。また初めてチャンネルを訪れたという皆さんは、下記にコメントいただきまして、チャンネル登録していただきますとありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたしますということなんですが、まずもってですね、このコロナ禍で選挙のやり方が、様々な陣営、これは政党関係なくですね、やり方が変わっている、変わってない方も当然います。でその中で一票を投じていただくというのはものすごい大変なことなんでですね、組織が後援会組織があると言われている方でも苦戦が伝えられていたり、あるいは突然このいろんな注目選挙区になって、いろんな人たちが関心を持たれて、今まで以上に注目されているからこう競っていくという攻防の選挙区もあるのかもしれません。しかし例えば日曜日にですね、静岡県の参議院選挙の補選があって、我々自民党の候補者は敗れてしまいました。でこれで野党に追い風かというふうな報道や、あるいはネット上のコメントなどが出ていた中で、この火曜日の朝に出てきたのがこの朝日新聞、自民党過半数確保の勢い、ここまでドーンと一面で朝日が書いてきたんですね。で朝日新聞というのはいろんな思いありますよ。私も皆さんご覧になっている皆さん方も、朝日っていろんなことをこうレッテル貼るし変更的だしと思っている方いらっしゃると思うんですが、ただそれは朝日の考え方を出してるんだということなのかもしれませんけれども、少なくとも今までは選挙の報道、選挙の情勢調査は朝日が一番だというふうに、これ政界関係者だとか、あるいは定量分析している皆さん方は朝日の分析の仕方を見てたんですね。でも今回は選挙区に関しては、ネットで調査をしたり、あるいは比例に関しては電話を調査したり、いろんなこう調査方法を変えています。各社いろいろと悩んでると思うんですね。でこの朝日が10月26日に自民過半数確保の勢いと書いた一方で、産経新聞の一面はこうなってですね、自民単独過半数へ攻防と。で逆に言うと、こう産経からすると結構競ってる選挙区が多くて、どっちに転ぶか分かりませんってことなんです。でこれを強く出てるところを自民党は強いんだっていうふうに取れば朝日だし、攻防になってどっちか分かんないなってなると産経の書き方になるんですけど、私は正直ですね、今いろんな町場の空気を感じていると、コロナが続いてます。2020年の春から続いた、そして約1年ぶりにですね、昨日10月25日に都内の飲食店がこう、いわゆる全面解除、いろんな条件は東京都は条件つけましたけど、事実上の全面解除をやりましたが、この間に冷え込んだ町場の明かり、あるいはご覧になっている皆さん方も含めて、お一人お一人の気持ちっていうのがあるわけですね。で政治や行政って何もしてくれないんじゃないか、政治って何かしてくれたのかっていう空気はずっと私はこの1週間感じています。街頭演説も自民党の車に乗ってやりました。やはりこう自民党という政党に対して、これは国政だとか地方政治関係なくですね、多くの皆様にはまだお許しをいただいてないんだなというのは肌で感じています。一方で総裁選挙をやりました。4人の候補者が4者4様さまざまな政策論争をして注目されていた中ですけれども、その中で岸田文雄新総裁が誕生し、新内閣が出来上がったわけです。そして岸田新総裁はこの総裁選挙の時から車座集会をしてですね、多くの皆さん、本当に現場の皆さん方といろんな意見交換をすることで、それを政策反映していくんだということを、おっしゃって総裁になられて内閣を発足させました。発足させてからすぐ、私の地元の都立牧東病院でこうコロナ対応ではもう最前線、東京の中でもかなりきつい状況の中で頑張っている病院にお越しになられて、
まあ、ドクター、まさにその感染症対策をやられている現場の最前線のドクターや、あるいは看護師の皆さん方と直接意見交換をして、それを医療政策第6波に備えるための医療政策として打ち出していった。で、この現場を回るというのは、この選挙中でもですね、さまざまな地域の皆さん方と対話をされているわけですね。で、こういうところは、まあ、ほとんど報道されていない。また、今回総裁選挙はですね、あの岸田新総裁は誰よりも早く一番最初に総裁選挙に出ると手を挙げた。そして、まあ、二階幹事長の交代も含めてですね、さまざまな自民党内の改革を、政治改革をしていくんだということを、まあ、訴えて、この総裁選挙を語られたんですけど、私今こう各地で今あの演説会など、まあ、街頭も含め、あるいはいわゆるこの体育小学校に集まった演説会でも、いろいろと自分の地域以外からもお声がかかるのでお演説させていただいてますが、言うのは、まあ、少なくともここ10年とか15年とか20年というスパンで見たときに、大体この与党も野党もですね、ニュースに出てくる政治家って大体同じ名前でしたよと。もう決まった人たちが出てる。まあ、野党、2009年に鳩山政権で、まあ、政権交代を実現させたのが民主党政権でありましたけれども、その時の主要メンバーがそのまま、まあ、今のこう野党勢力としてですね、まあ、顔は名前が出てるわけですね。で、まあ、与党ももちろん自民党も同じような名前が出てました。でもこう岸田新内閣が誕生するにあたって、党の執行部でも新しい今まで皆さん方に馴染めなかった方の名前が出てきた、あるいは当選3回で大臣になるような若手の方々が新内閣入られたり、ちょっとこうガラッと今雰囲気は変わりつつあるわけですね。こう政治の中に吹いていた、停滞していたもの、吹いていたというか残っていた、停滞していた空気に対して新しい風を今吹かせ始めたのは岸田新総裁であること間違いないんです。でもそういう報道がほとんどされない。で、前の動画でも私言いましたけど、まあ、各国の中国にしてもそうですし、北朝鮮にしてもそうですけど、隣国からの脅威という問題もあって、まあ、その中で、まあ、岸田新総裁は安倍内閣で外務大臣も務めてましたから、諸外国とのパイプの中でもですね、日本の在り方を掘り抜いていくということもあるんですが、まあ、そこも報じられないと。で、残るのは、あの私は話しますけれども、いわゆるその町場の皆さん方が自民党をお許しいただいてないというのは、このコロナ禍どう乗り越えていくんだろうか。今なんとなく、まあ、飲食店戻ってきたけど、1年ぶり戻ってきたけど、でも本当にまた感染いつ広がるかわからない、怖いよねと。で、未だに4月25日からお酒ダメよと東京都は言い出した、まあ、都知事がお願いした1都3県首都圏をまとまってということで、東京は緊急事態宣言でお酒が出なくなったけれども、他の3県はその時は緊急事態宣言にしませんでしたが、まあ、小池知事に習ってみんなお酒を出さない、まん延防止ならお酒出さなかったんですけど、未だになぜお酒がダメなのかということは明確な説明がないわけですよね。そうするとおそらくですね、この朝日にしても産経にしてもですね、これまあ新聞紙の色からすると全くこれ真逆の話ですけれども、自民党がそれなりにいい戦いをしているということは間違いないんだと思うんです、この調査に答えた方は。でも私はこの調査に答えないような、まあ、固定電話を持たない、あるいはネットでこの調査のご協力をされない中で、相当数の方がまだまだ政治に不満を持たれているんだろうなという実感をずっと持ってるんですね。で、今火曜日です。日曜日総選挙あります。東京都議会議員選挙もまあ似たようなスパンでやった時に、私たち自民党は強い強いと言われてました。同じような新聞社ですよ、今回出してるような、まあ、朝日にしてもそれみんな自民党強いと言われて、でもだん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 こう終盤にかけて、あれ自民党やばいんじゃないか、やばいんじゃないかと蓋を開けてみたら、まあ、勝利することができなかったと。で、このパターンに陥るとなんかこういう報道が出ることによって、まあ、あのこれ朝日の中も、まあ、各社もそうですけれども、各選挙区ごとの情勢が出てますよね。安定とか一歩抜けるとか、そういうところは強いと思いますけれども、しのぎを削るとかですね、攻防だっていうのはこれもどっち転ぶかわからない中で、あ、自民党が勝つんだったらちょっと今回はと思う人たちがいる、アナウンス効果みたいなのも出てきちゃうんじゃないかなと思うんですね。だからわかんないですよ、このコロナ禍でネットを使った調査方法とかいろいろこう各社もいろんな予算との兼ね合いながらいろいろやってますけれども、どこの社の予測が一番当たるかどうかはまだわかりませんが、これ選挙終わった後にまた皆さんと検証させていただきたいと思いますけれども、少なくとも今の段階ではあくまで報道は報道、情勢調査ですけれども、ただ態度決めてないという方も多いし、サンプル数もそんなあるわけじゃないんですね。もう広い中での一部
この皆さんが各社新聞社の調査に答えていただいた一部の人たちだけの、まあ、これ調査ですので、ここにやっぱり一喜一憂してはいけないなと、多くの皆さん方にもお声掛けをしたいところだと思います。私、墨田区です。東京の墨田区というところは、ワクチンの体制についても、あるいはコロナの医療体制の作り方にしても、全国の中でも進んでる、注目をされてきました。先般もワンパク相撲を墨田区でこの週末やりました。で、ワンパク相撲はまあ全体的にはやるところやらないところがあるんですが、まあ、今年は墨田区やろうと実行委員会を設置してですね、やったんですが、そこにもですね、保健所の皆さん方にご協力いただいて、受付をします、検査を保健所はします。でそこで検査をして、陰性の、あのお子さんたちが相撲に参加できるということもやりました。でこれも取り組みで NHK などにも、まあ、あの放送していただいたんですけど、これもですね、あのちびっ子たちのお相撲になりますが、ワクチン接種の対象外なんです、年齢的に。でもそこでもし仮に広がったらどうしよう、でもそういうのを未然に防ごうよということで、まあ、保健所とそういう民間のイベントを実行する人たち の連携もうまくいっているのが墨田区なんですけど、まずもってですね、やっぱりこう日本が一つになるってことが大事なんですね、コロナ対応については。じゃあ今まで野党の皆さん方はこのコロナ対応について一つになってきたかと、ね、未だにこのコロナ対応で安倍政権、菅政権がやってきたところを否定してる人たちもいる、人体実験だなっていうこともツイートしてる人たちもいるわけですね。とんでもない話ですよ。そういうことを言う前にどうやって一つになってですね、コロナを乗り越えるかって議論できなかったので、やはり私はこの選挙を経て自民党、岸田新政権に皆さん方からもう一度ご信任をいただいて、やはり正しいことは正しい、ダメなことはダメだというのは、これ自民党の中からも皆さん言っていく空気できてますから、一つになってこのコロナを乗り越えていく、もしかしたら年末年始第6波があるかもしれないんだったら、第6波が来たとしても経済を止めない、飲食店を止めない方法だっていくらでもあるわけですから、そういう真っ当な議論をした上でですね、あの新しい日本が築かれるような選挙結果になってほしいし、なるべきじゃないかなということを全国各地で訴えてまいりました。まあ、今日もあの地元墨田区、あるいは近隣の下町の地区で選挙を応援します。そしてあの各地域でですね、もうとにかく厳しいと言われているところいろいろ言われてますので、私も後輩だとか仲間に声かけて、いっぱいあの最後の追い込みに向けての今週になるのかななんて感じておりますが、一喜一憂、まあ、ただ選挙の朝日新聞がこう報じたのが果たして今回は当てはまるのかどうなのかということも注目だということをお伝えしました。まだまだ選挙戦10月31日まで続いていきます。皆さん方の地区で皆さん方の貴重な一票を投じてください。皆さん方の一票は必ず日本の未来を変えていく、私はそう信じています。よろしくお願いいたします。